秋の味覚、さつまいもの収穫が長岡市越地地区でピークを迎えています。鮮やかな紫色のさつまいも、甘みが強く焼いたときにしっとりとした食感が特徴のベニハルカです。長岡市越地地区は JAH5 中越館内で有数のさつまいもの産地で、8月下旬から始まった収穫が今ピークを迎えています。 サツマイモはもともと暑さや乾燥に強い野菜ですが、今年は猛暑による水不足の影響で、例年よりもサイズが小さいものが多いということです。長岡市越地地区で収穫したさつまいもは1ヶ月半ほど熟成され、 早いもので今月上旬ごろから出荷が始まるということです。